ご視聴ありがとうございます。大江誠法です。朝晩すっかり寒くなってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。風邪などひいていませんでしょうか。さて今回は本日11月1日から始める新しい取り組みのお知らせです。なんと今月から有料会員向けレッスンのコミュニティ誠法のメンバーシップを開始いたします。今日はこの有料会員向けレッスンをなぜ始めようと思ったかという背景と、具体的に何をやるのか、そして今後の YouTube 配信についてお話ししたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ではまずこの有料会員向けレッスンをなぜ始めようと思ったかという背景についてお話をします。この YouTube チャンネルは2022年4月から始めまして、早いもので2年半が経ちました。主にはペンの持ち方とか縦線横線の書き方といったような基本的な学習を中心にお届けしてきまして、多くの方に文字を楽しんでもらうきっかけを魅力ながら提供できているのかなと感じております。そしてこのチャンネルをきっかけにより本格的に学習をしたいとか、もっと上達したいという声がありがたいことに少しずつ増えているなという実感があるのですが、一方でそこは普段私がやっている書道教室でお稽古代をいただいているということもあって、無料で提供するのは少し難しいかなというふうに思っていました。そこで今回新たに本格的に勉強したいとか、もっと上達したいという方に向けた有料会員向けのコミュニティ誠法のメンバーシップを開始いたしました。私自身オンラインで会費をいただいてお稽古をするということが初めてなので、どれくらいの方が参加するのか未知数ですし、不安でもあります。ただ先日 YouTube のコミュニティでアンケートを取った結果、興味があるとかやってみたいっていう声をたくさんいただいて、チャレンジすることにしました。背中を押していただいた皆さん、本当にありがとうございます。では具体的にどうやってやるのかなんですが、まず今回のメンバーシップはノートというウェブサービスを使って行います。ノートというものは初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今500万人くらい会員がいるブログのサービスみたいなものなんですけど、その中に有料会員向けのコミュニティが立ち上げられる機能がありまして、こちらを利用して誠法のメンバーシップを開始することにしました。YouTube にもメンバーシップの機能があるんですけれども、機能面とか運用面をいろいろと考慮した結果、こちらのノートで始めてみることにしました。メンバーシップの登録には無料のノートアカウントを作っていただく必要があります。詳しい登録方法は概要欄のリンクから見てみてください。そして一番気になる内容なんですけど、この有料のレッスンで何をするかと言いますと、大きくは5つのサービスをご用意しております。まず1つ目はじっくりレッスン動画です。1分2、30分程度のペン字をじっくり学べる動画をご用意します。ペースは月に2回です。手紙の文章とか百人一首など長文を上手に書くコツを紹介します。そして2つ目は練習用 PDF シートの配布です。先ほどのレッスン動画と連動してダウンロードできる練習用のシートをご用意します。動画で解説を見て、手元ではお手本を置いて練習することができます。こちらの練習シートも先ほどの動画と同じで月2回の配布です。3つ目はワンポイントレッスン投稿です。こちらは画像の投稿で週に1回のペースで美文字のコツを提供していきます。以前何度かツイッターに上げてたこんな感じのものですね。こっちの画像の方はじっくり学ぶレッスンとは違って、気軽に役立ててもらえたらなと思います。そして4つ目はライブ配信です。会員の皆様からのリクエストとか質問へのお答えといったライブを配信します。YouTube だと動画を提供して一方的な発信になっちゃうんですけれども、やっぱ書くのにモチベーションって保つの結構大変だと思いますので、こういうちょっとした交流要素を持たせていきたいなと思っています。ちょっとライブ配信で喋るとかそういうの苦手なんですけれども、頑張っていきます。こちらのライブ配信は不定期配信で2、3ヶ月に1回を予定しています。ただある程度会員の方が増えてきたらペースを増やしたいなと思っております。そして最後5つ目は美文字コンテストです。
会員の皆様に私からこうお題を出しまして、それを皆さん同じ課題を書いていただく、でそれを投稿してもらって優秀作品を選ぶ美文字コンテストを実施します。まあ、書道に限らずいろんなジャンルでコンテストとか大会とか展示会などありますとモチベーションが上がりますよね。なのでそんな感じでコンテスト形式で表彰して、皆さんでも切磋琢磨しながら学習できる空間を作りたいなと思っております。こちらも不定期で 2,3 ヶ月に1回ぐらいの開催を予定しています。はい、というのが正鋒のメンバーシップで行う5つのサービスです。まあ、じっくり学びつつ皆さんでこう切磋琢磨できる空間を作りたいなと考えています。そして気になるお値段なんですけれども、月額料金1000円に設定しました。月額1000円というのは決して安くないお値段ですよね。 Netflix でも月額980円なので、こういう月額サービスでは高い方かもしれません。ただお値段の分ご期待を超える価値を提供できるよう、私以外にもスタッフを揃えまして気合を入れて運営していきます。会員数がどんどん増えた場合には、今ある5つのサービスをより強化したりとか新しい取り組みができるかなと思っていますので、飽きずに長く続けてもらえるように改善しながら頑張っていきたいと思います。最後に今後の YouTube の配信についてです。YouTube の更新は今まで通り続けていきます。あくまでメンバーシップはもっと学習したいとか交流を楽しみたいという方のプラスアルファのサービスです。メンバーシップに入ってるから偉いとか、メンバーシップに絶対入らなきゃいけないというわけではありません。今まで応援していただいた方や YouTube で楽しんでいただける方にも引き続きご愛顧いただけるよう手を抜かず取り組んでいきます。その点はご安心ください。書くことの楽しみ方は人それぞれですので、皆さんのスタイルに合ったやり方でこれからも楽しんでいただければと思います。はい、というわけで今回は正鋒のメンバーシップについてご紹介してきました。皆さん興味を持っていただけましたでしょうか。登録方法は概要欄の一番上のリンクからご確認ください。また不明点やご質問などありましたらコメント欄にお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。